ありがとうございます今日は両親の日です母の日ですね私たちこのように連合礼拝を行っています家族が集まって神様の前に礼拝を捧げる時に全ての家庭ごとに多くの祝福と恵みがあることを信じます この母の日は聖書を見てもとても重要な日であります。両親を尊敬しなさいと、敬いなさいと、10回を通して私たちに語られています。それが5番目の今めです。第5番目の今めは、十字架を見るとですね十、十字架の中心のポイントです。十字架の中心。十戒回を見ると、1番目から4番目までの今めは、 神様に対する戒ましめですね。神様と人間との関係について語っている戒ましめであります。一番目から四番目の戒ましめを要約して、神様を愛することだと語られました。神様をすべての心を尽くして、神様を愛すること、それが一番目から四番目の戒ましめの要約であると語られました。十字架で見ると、 垂直のものですね。神様と私たちの関係を表すものです。そして5番目から10番目の今しめは人に対する今しめです。人と人との関係ですね。人と人との関係の今しめを5番目から10番目まで記録されています。これをイエス様は隣人を愛することだと語られました。隣人を自分のように愛すること。 十字架で言うならば水平のものですね。この軸を見てみると、縦と横の,その十字架のその軸を結んでくれるのがこの中心にあるものです。5番目なんですね。両親を愛することもせずに隣人を愛することはできるでしょうか 私たちが人間としてこの世に生まれてくるとき、一番最初に出会う隣人が両親なわけですよね。両親に最初始めたわけです。また、神様は私たちの父だと、聖書は語っていますよね。神様を愛すると言いながらも、両親を敬うことができないならば、それは間違っているわけです。それは神様を愛しているということはできません。 ですから、すべての戒ましめを一つと結んでくれる戒ましめがこの第5番目の戒ましめであります。十字架の中心のポイントなんですね。両親を敬えば神様を愛することもできますし、また、隣人をも愛することができるわけです。 ですからそれが一番重要な戒めであると語っているんですね聖書を見るとこの両親を敬うことは約束のある最初の戒めであると語っていますエペソ6章2節にありますねエペソ6章2節を見るとあなたの父また母を敬えとこれが第一の戒めであると語っています この第一の戒めというのはギリシャ語で見ると一番最高だということです。一番重要な戒めであるという意味です。の約束の戒めというものはまず一つ目に人と人との間で守らなければならない戒めであることを意味しています。私たちが最初に出会う人は両親なわけですよね。両親と 良い関係を保つことができなければ、すべての人間関係はしっかりと、えー、保つことはできません。また、えー、不幸を親孝行しない罪であると語っています。これは約束のある、えー、戒めですね。エペソ6章3節を見ると書いています。 それ、そうすれば、あなた方は幸福になり、地上で長く生きながら、亡くなられるとあると語っていますね。両親に従えば、両親を敬えば、あなた方は幸せに暮らし、地上で長く生きることができると語っています。長く生きることができると。このような祝福を神様は約束されているわけですね。また、聖書では、 まことの親孝行というものは、新本新本主義の親孝行であることは語っています。人が自分の考えのままに親孝行をするのではなく、神様の御言葉に従って神様を中心とした親孝行をしなければならないことを意味しています。 エペソー6章1節を見ると、こともる者よと、主にあって両親に従いなさいと語っています。主にあって両親に従いなさい。主にあってということが一番重要なわけです。主にあって。もしも、もしも両親が子供たちに、えー、主の御言葉とは関係のないことを語るならば、その時は神様にまず従順しなければいけません。 ですから、主にあて両親に従うことが、まことの親孝行であると語っているんですね。天におられる父なる神様に、えー、心を尽くして親孝行すること、まずは神様を愛さなければいけないということです。そうするときに、えー、両親にも、陸なる両親にも親孝行することができるわけです。神様を愛すれば、両親も、えー、敬うことができるようになります。 また、両親を敬うことは神様を愛することと同じであります。では、今日の本文を見てみると、今日の本文の内容は、孟セの誕生に対する御言葉が記録されています。孟セの両親の名前が今日の本文には出てきませんけれども、民数記29章59節を見ると記録されています。民数記26章59節を見ると、 えー、アムラムの妻の名はヨケペテであってレビの娘である彼女はエジプトでレビに生まれたもので、えー、アムラムとついでアブラムにとついでアロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを生んだと語っていますね母の名がヨケペテと語っています今日は私はヨケペテについて見てみたいと思いますこのヨケペテ,テは息子のモーセを生んだ時 パロがヘブル民族を殺そうとしましたね。男の子は全て殺しなさいと命令をしました。そこでモーセを生かすためにヨゲベデは一生懸命力を尽くしました。モーセを生かすために何をしたのか今日私は見てみたいと思います。ヨゲベデというこの母の心その心を探りながら 私たちの両親はどのように私たちを愛して私たちを育ててくださったのかを考えてみる時間を持ちたいと思います。まず一番目に両親の勇気を表しています。エジプトの王がヘブル民族の息子をです、ね、子供たちを殺しなさいと。男の子を産めば必ず殺しなさいと語ったわけですね。その時、ヨゲベテにモーセが生まれたわけです。 しかし今日の本文を見るとこのアムラムとヨゲベテの間に子供が生まれたわけですねモセが生まれましたしかし、えー、その潤しいのを見たと語っていますね男の子を産んだ時に潤しいと語りましたこれはヘブル語で飛ぶと言います飛ぶ良いという意味ですね良いグッドこの内容この単語が一番最初作られた時にいつ使われた単語なのかというと、えー 神様が天地万物を創造される時に語られた単語がこの単語です。見るに良しとされたとあります、ね。で良しとされた。この良しとされたという単語がこの飛ぶという単語であります。神様が創造されたすべての世界を見て良しとされたように、モーセも神様が創造された潤しい、美しいものであったということを記録しているわけです。その 子供を見たときに両親はどうやって殺すことができるでしょうかそれで申せを3ヶ月間隠しておきましたね。しかしヘブル11章23節を見ると、その両親が美しい子供であることを見て、3ヶ月の間彼を隠したと語っていますね。彼らは王の命令をも恐れなかったと語っています。 子供を隠すことそれは殺されることと同じですもし見つかればその両親も子供,と子供もも皆殺されるでしょうしかし勇気を払って神様を信じる信仰によってまた子供を愛するその愛によって命を懸けて守り抜いたわけですねこの勇気というのはどこから出てきますか勇気というものは聖書で愛から出ると語っています愛から出ると 第一ヨハネ4章中波説を見ると愛の中に、えー、恐れがなくまた完全な愛は恐れを取り除く恐れには懲らしめが、えー、伴いかつ恐れる者には愛が全うされないからであると語っています愛には恐れがないわけですね愛には恐れがありません愛から勇気が出るわけですですから両親は子供たちのために何事も,もできるわけですね 何でもででもきるわけですそれが愛から来るものなわけです。ですからこの母も猛省を守り抜いたわけですね。2番目には両親の犠牲を意味しています。ステージプトキ、2章3節を見ると3ヶ月間隠しておいてこれ以上は隠すことができなくなりました。隠しきれなくなったのでパピュルスで編んだ。<laughs> カゴを取ってそれにアスファルトと樹脂を塗ってその中に子供を入れました。鳴き声も多く大きくなりましたし、子供も大きくなってもう隠すことはできなくなったわけです。それでアムラムとヨゲベテがどうすればこの子供を生かすことはできようかと祈りながら悩んだでしょう。しかし えー、状況から見るとですね、この子供を継続して隠し続けると、命が、えー、危なくなってきたわけです。それで最後の手段として、このパピロスで編んだかごを作って、そこにアスファルトと樹脂を塗って。 その子供を生かそうとしたわけですね。防水したわけです、防水。ノアの箱舟を作ったように、モーセのために小さな箱舟を作ったということです。そして、防水加工をしてナイル川に流したわけですよね。これは神様に委ねるということです。自分の力ではできないから、神様がどうか守ってくださいと。神様に頼ること。 神様に頼ったとということですねそうやってこの子供を川に流したわけです。皆さん、その時の当時の両親の心を皆さん覚えて見てみてください。3ヶ月です、3ヶ月。ナイル川の上に籠に入れて流すということは、どれほど苦しい状況だったでしょうか。本当に心が 本当に切り裂かれるようなそういう苦痛を受けたわけです。しかしこの両親は信仰によってこの子供を生かすために何でもしようとそういう心で神様に全てを委ねたわけですね。そして神様は重要な原理を私たちに示しています。それは何かというと生かすためには全てを 諦めなければいけないということ神様に委ねなければいけないということですまたイ16章25節を見ると自分の命を救おうとするならばそれをなくしてしまうとしかし私のために自分の命を失うものはそれを見いだすであろうと語っています何か必要なもの欲しいものがあればそれをすべて捨てて神様に委ねなさいということですそうすれば神様がくださるということなんですね 自分の命を生かしたいならばすべてを失いなさいとすべてを諦めなさいと委ねなさいと語っているわけですこのモーセの両親も同じように神様にすべてを委ねたわけですこのように子供を生かすために諦めたそういう両親が出てきますけれども ソロモンが王になった時に神様は知恵を求めましたね神様にそして知恵をくださいましたそして裁判をすることになったんですけれども2人の女の人が子供を連れてきて自分の子供だと主張しましたねお互いにこの子は私の子供だと主張するわけですどうやってその真実を判断することはできますか それでソロモンは知恵を持って語りました。刀を持ってきて、この子供を切り裂き、両親、お互いに分かち合おうと。分かち合えばいいだろうと言ったんですね。しかし、本当の子供はは、本当の親はどうしましたかこの子供を殺さないでくださいと。諦めましたよね。この子をあの人に与えてくださいと言ったわけです。それが本当の心、本当の母の、えー 姿なんですねそれが列王記三章二十六節になります。列王上三章二十六節を見ると、<laughs> 列王城三章二十六節を見ると、我が主よと、生きている子を彼女に与えてください。決してそれを殺さないでくださいと。私が諦めますと言いました。それが母の心です。<laughs> そういう既成の心を 神様は私たちに見せてくださいましたたねそれがイエススキリストです私たちを生かすためにイエス・キリストはご自身の命をすべて失われましたしかしその命をもう一度復活を通して得る働きを私たちに見せ示してくださったわけですね ローマ人の手紙5章8節を見ると、しかしまだ罪人だったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたと語っています。また、ヨハネ12章24節,24節を見ても、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだならば豊かな実を結ぶと語っていますね。 私たちが犠牲となるときに多くの実りを結ぶことができると語っています。私たちの考え、私たちの思いをすべて捨てて、神様に委ねるときに実りを結ぶことができると。そういうときに私たちに神様は祝福してくださると語っているわけです。また3つ目に、両親の、えー、隠れた献身を見せています。 両親の隠れた献身を見せています。子供たちが知ることができないそういう隠れた両親の献身があります。ヘブル11章を見ると信仰の章と言いますよね。このヘブル11章23節以下を見ると、モーセの信仰について記録しています。 特にヘブル11章24節から26節を見るとこう語っていますね信仰によって申せ成人した時え3つを語っていますねパロの娘のこと言われることを拒み罪の儚ない快楽にふけるより神の民と共に虐待を受けることを選びましたそしてキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝による えー、宝らに勝る富と考えたと語っていますね。モーセの信仰は3つの働きをしました。1つ目が、えー、パロの娘のことを言われることを拒みましたね。エジプトは全世界で一番強いそういう兄弟国でした。そういう国の王の娘の 息子とととなるということですそれを嫌,嫌うことは誰もいないでしょう嫌う人は富も得ますし権力も得ることはできますしかし申セはそれを拒みましたねまた2番目に、えー、罪の儚い快楽を受けるよりも神の民と共に虐待を受ける方がましだと語りました苦難を求めたわけです 王の宮殿でですね、楽に暮らすこともできるわけです。しかし、なぜ神,様は神の民と共に苦難を受けることを望みましたかまた、キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝るものと考えたと語っています。ヘブル11章24節 この始まりを見ると信仰によってモーセはと語っていますね。ね信仰によってと。信仰があったからこそできたことなわけです。ではモーセはこの信仰をどこから受け継いだでしょうか今この出来事が起こった時点を見るとモーセが荒野を導く者として選ばれた後ではありませんね。その前です。また 80歳ぐらいにモーセを呼ばれた時その神様に出会う前に起こった事件です。これはモーセが約40歳頃に起こった出来事なわけです。その時このような強い信仰を持って神様の前に歩んだわけです。どうやってこの信仰を受けたんでしょうかこれは一つしかありませんね。ヨゲベテを通して 信仰を受け継いいだととうことですモーセはパロの娘の息子としてエジプトのすべての教育を受けましたそしてそこでエジプトの人たちの言語を学びましたねまた習慣風習を学びましたそして重要なのはエジプトの宗教を学んだでしょうエジプトの宗教について神々について学んだわけです その神々がどのような属性を持って、どのようにして、えー、敬うべきか、空蔵崇拝についても学んだはずです。しかし、この申セは全てを捨てて神様のと民と共に苦難を受けることを求めたわけです神様の共に。神様の前に歩むことを望んだと語っているんですね。そのような信仰がいきなり神様から与えられるわけではありません。皆様、子供たち、 見るとどうですか、いきなり信仰が芽生えますか、そういうことはありません。誰かに学ば教育を受けなければ、信仰を受け継がなければ実りを結ぶことはできません。当時モーセを信仰によって教育することができたのはヨゲベテしかいません。ヨゲベテはパロの娘の息子モーセを育てるためにウバとなってきたわけですよね。 しかし、モーセはそれを母だとは知りません。あなたはユダヤ人で神様を信じる信徒だと、信じる民族だと言いたくても言えなかったでしょう。どれほど苦労してその言葉を語ったでしょうか。モーセがこのことを言ったときに、私は嫌だと言って、私はこの王宮で暮らしたいとか。 パロの娘の息子になりたいと言ったらヨゲベテは殺されるほかないわけですよね。ですから祈りながらヨゲベテはいたわけですよね。時が来た時にあなたは私の息子であると。またあなたは唯一なる神様の子供だと。信仰を教育したでしょう。 そして40歳になった時にエジプトのすべてのものを捨てて神様の前に神様,と神様の民と共に苦しみを受けることを選択したそういう内容が記録されているわけですね聖書の内容を見てみるとモーセに信仰を受け継がせることができた人はよけべてしかいませんでしたですから母の隠れた その献身があったからこそ、モーセは信仰を強く保つことができたわけです。ヨゲベテを通して、私たちは母の心を、えー、しっかりと見なければいけません。子供を生かすためには、その母は何でもするわけですよね。何事もする準備ができているわけです。どんな犠牲でも犯す行うわけです。その子供がしっかりと育つためには、 すててててを捨てて犠牲ととなって歩むことがでできるわけですよね私たちの両親も同じです。私たちの両親も私たちを養うために祈り、献身し、犠牲となって私たちのために尽くされました。その結果私たちが今このように集まって礼拝を捧げることができるわけですよね。そういうい 信徒となったということが私たちどどれほど感謝でしょうか皆さんよく若い人たちはどうか分かりませんけれども韓国が貧しい時に食べ物がなかったわけですからお母さんたちがですね子どもたちに温かいご飯を与えながらお母さんは食べないわけですよね。 子どもたちはお腹が空いてるから食べるわけですよね。そしてお腹が少しいっぱいになってきたら、なぜお母さんは食べないんですかと言うんですね。その時、お母さんは何て言いますかいつも同じです。お母さんはお腹が空いてないんだと。しかし子どもたちはそれを知らないわけですよね。自分のお腹を満たすのも大変なわけです。だから一生懸命食べるわけですよね。 しかし大人になってそれを悟ることになるわけですけれどもその時ではもう遅れてしまっているかもしれませんそれが両親の隠れた献身なわけですよねこのような事実を悟ってからですねある子供が私は両親に十分してあげたというそういう子供がいるならばその人は 両親の恵みをしっかりと悟っていない人であると言えます。また神様の、父なる神様も私たちのために、私たちが知らない時にも、神様の恵みを与え、愛を与えて、キリストの犠牲を通して、私たちを掴んで、しっかりと守ってくださっているということ、今まで私たちを導いてくださったということを、 しっかりと私たちは悟らなければいけないということを覚えなければいけません。こういうことを考えてみると、いつも私たちは神様の前に感謝をし、また良心を敬うことが必要なわけです。アメリカのことわざを見ても、偉大なる男の後ろには女がいると言います。しかし私は偉大なる人の後ろには偉大なる神様がいると言えるでしょう。 この世の中で自分自身一人で存在することはできません。神様は存在することはできますが、人々、すべての人は他の人の恵みを通してこの世で暮らすことはできるわけです。その多くの恵みをくださった第一人者が両親なわけですよね。賛美の時間に私たちは恵みという賛美をしたんですけれども。 全ての瞬間が神様の恵みであったとその歌詞があるんですけれども私たちは時に両親の愛と犠牲をえ当たり前のように思うことが多くありますしかし今日この賛美の歌詞のようにそれが恵みだということを覚えてくださいでは結論的に私たち全ての信徒は 借りのあるものであります。神様にまず借りを貸し、借りを借りましたね。そしてまた両親にも借りているわけです。私たちは一生がその恵みにお返しすることをしなければいけません。第一コリント15章中節を見ると私たちが 神の恵みによって生きていると。賜わった神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼らの中の誰よりも多く働いてきたか、それは私自身ではなく私と共にあった神の恵みであると、パウロは語っています。私自身ではなく私と共にあった神の恵みであると。コリント第一の手紙中央章中節にありますね。私の命も健康も信仰も知識も力も すべてのものは神様の恵みなわけです。賜物なわけですね。しかし私たちが知らなければならないのは、この恵みが直接神様から来ることがありますけれども、ほとんどの恵みというものは誰か人を通して来ます。例えば、この御言葉も人を通して今伝えられているわけですよね。命も両親を通して私たちに与えられています。 このように神様の恵みというものは人を通して、えー、来るわけです。その道、私たちに与えられるその道の中で一番重要な道が良心だわけですね。良心を通して私たちに命を下さいました。それだけでもどれほど大きな恵みでしょう。神様を愛すれば、神様、良心を敬うべきであります。また 両親に感謝し、敬うことによって神様に栄光を期することができるわけです。愛する皆さん、両親を敬うことが神様の恵み,を恵みに感謝することができる道であります。ですから私たちは両親にしっかりと親孝行しなければいけません。必ずしなければならない神様の命令であるということをしっかりと覚えなければいけません。 両親を敬いながらこの世の中で全ての働きにおいて恵みを受けまた祝福を受けて長生きしていく皆さんとなることを主の皆をって祝福いたします祈ります愛する父なる神様この世に私たちに恵みを与えてくださりまた私たちを愛してくださって良い両親を両親に出会いこの世でも健康に 大きく成長し、今まで私たちを導いてくださったことに感謝いたします。また、イエス・キリストを信じ、この教会に出て神様に従い、礼拝を捧げることができるよう、恵みを与えてくださったことを感謝いたします。今日も与えられた御言葉のように、両親にいつも感謝を持って敬い、元父なる神様を愛し、神様から与えられた恵みに感謝をしながら、 全てをお返しする信徒となるということはできるようどうか導いてください。両親の献身、犠牲を覚えながら私たちも主の御業のために献身するものとなることができますようにまた愛する両親にしっかりと尽くしてまた多くの人に恵みを施しながら 感謝を持って暮らしていく信徒となることができるよう導いてください。この両親を敬うことは約束があると語られました。両親を敬えば私たちのすべての働きが良くなると祝福されました。どうかその御言葉の通りになることができるよう導いてください。この世の中で大きな祝福を得て長生きすることができるようまた導いてください。 また、この後の時間もすべて神様が守ってくださり、今日も神様の愛の中で、私たち一人一人、いつも守られ、安全に保護してくださって、恵みの時間を分かち合うことができるよう祝福してくださいすべてをなされたことを信じ、感謝し、イエス・キリストの皆によって切にお祈りいたします。アーメン